谷風、谷風、かげろう型駆逐艦。谷風は、大日本帝国海軍の駆逐艦。かげろう型駆逐艦の14番艦である。第17駆逐隊に所属した姉妹艦と共に、機動部隊の護衛。ガダルカナル島の戦い、ソロモン諸島の戦い、輸送、護衛任務に至るまで、太平洋戦争の各方面で活動した。1944年6月、マリアナ沖海戦の前哨戦において、タウイタウイ沖で、米潜水艦の雷撃により戦没した。艦名は初代谷風、エ風型駆逐艦に続いて2代目。性能初言。